11日、日本卓球協会が2023年度後期卓球女子 NT、ナショナルチーム、選手、候補選手を発表した。2023年度前期からは現役を引退した石川佳純が外れ、新たに佐藤ひとみ、ミキハウス、と張本美和、木下アカデミー、が NT 入りを果たした。前期に NT 候補選手入りを果たしていた長本は自身初の NT 入り。 佐藤は2022年後期以来の NT 入りとなった。なお、NT 候補選手からは長本と佐藤に加え、加藤美優、吉祥寺卓球クラブ、が外れることとなった。女子 NT 選手、NT 候補選手の一覧は以下の通り。2023年度後期女子 NT 選手、早田ひな、日本生命、伊藤美真、スターツ、木原美優、木下グループ、平野美優 木下グループ。長崎美優。木下グループ。佐藤瞳。ミキハウス。張本美和。木下アカデミー。2023年度後期女子 NT 候補選手。柴田咲。ミキハウス。王道さつき。ミキハウス。森桜。日本生命。安藤美奈トップ乙女ピンポンズ名古屋。橋本穂香。ミキハウス。横井桜。ミキハウス。出雲美区三立。皆川優香。 大阪整形大。